ケーキ食いたいな。ケーキ？どうぞ。どうぞじゃなくて、ケーキ食いたいんだよな。どうぞ。ケーキを食いたいな。チョコケーキ。あ、チョコじゃないか、間違えた。バナナケーキ食いたいな。バナナケーキ？うん。どうしたらいいの？作ってよ。用意してきたの。ちゃんとさ、ちゃんとエプロンも用意してきたの。エプロン？よし。見て見て。キャーン。ドラえもんとキティちゃんに身を委ねました。よし。というわけで、向こうで待ってるから、これ着替えて。捨て捨て捨て。終了。はい、というわけでですね、もう、キティちゃんとドラえもんが一緒にいるんですけども、もう完全、俺らのキャラクターたちが嫉妬してますよ、これ。はい、登場していただいて。ちょっとよく見せて。はい、というわけで今日はですね、一緒に、うん、クリスマスケーキっていうか、うん、まあ何でもいいんだけどクリスマスケーキでしょ。はい、作っていただきます。お願いします。一緒に作るじゃなくて作らせる。はい、お願いします。ひょにょ、何からすればいい？何があんの？材料は、材料は、うん、何を準備してくれたの？まずバナナと、あー、バナナ、スポンジ、ラクチンね。はい、うん、生クリーム、はい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 、はい、そしてカットフルーツ、カットフルーツですね。うん、と最後に、うん、楽ちんでいいね。なんかまあチョコレート的なやつ、かわいい。はい、買ってきたのでこれでお願いいたします。はい、かわいい。あー、お酒、イエーイ、お酒飲みたい。ビールくださーい。こんな保育園の先生の、確かに保育園の先生こんな感じだよね。格好しておいて、うん、お酒飲むっていう。イエーイ。乾杯。美味しい、ね。はい。さあ、どうしようかな。まず、生クリームを作ろうかな。はい。はい、お願いします。ホイップクリームをね、作ろうと思うんだけど、はい。冷やしながらやっぱ泡立てた方がいいらしいから、うん。ちょっとうちボウルが2つないからね、お水入れて、お砂糖も入れないといけないんだ、先にね。そうだね。生クリームを入れまーす。どれくらいの量になるんだろう、これ。なんだろうね。どうだろう、わからん。それは、3倍でいいのかな。そう、3倍じゃない。うん。ひょにょ。おー、で、いい感じになってきた。なってくるもんだね。うぃ、生クリーム完成しました。はーい。バナナ。え？やらしい。終了。斜めスライスでいいんじゃない？うん。うわ、ってるよ。こんな感じにスライスしていきたいと思います。はーい。はーい。お酒飲む。うん。俺は、アラバジ。はい。あ、ありがとうございます。なんかもう、うん、このケーキ作りに全然関係ないんだけどさ、うん、どうした？あ、こういう人になりたいなっていうのがあって、うんうんうん、なんかさ、ちょっと前にね、うん、ホットモットか、あー、お弁当屋さん、そう、ホットモットに行ったの。うんうん、で、ホットモットに行ってさ、うん、俺と、うん、あと一人女性が行ったんだけど、あ、お客さんでね、人がね、うんうんうん、で、それでその女性の人が先に買って待ってたんだけど、うん、なんか多分お店の都合で、うん、これができませんでしたみたいな、ちょっとクレームもの、あ、あったみたいな、うんうんうん、ちょっと多分そこにいたからあれなんだ、うんうん、詳しくは分かんないんだけど、うんうん、で、それでさ、怒る人だったら怒るじゃん、あ、そう、ね、なんでみたいな、うんうん、確かに。でもさ、その人はさ、全然、あ、大丈夫ですみたいな、うんうんうん、ちょっと優しい感じで、まあそれだけでも俺的には好印象だったのね。はいはい。で、お店側もなんか申し訳ないなって思ったみたいで、唐揚げ一つサービスしますよみたいなこと言ってて、うんうんうん、で、その時の、うん、その女性が、うん、え、から、え、から、いや、ちょっと、本当に、いや、そういう人になりたいなって、え、なんかそこでさ、怒る人は怒るじゃん。うん。それがいいな。いや、そうね。人によってはさ、そうそう。いるって言う、うん、って言う人もいるよね。終了。いやー、素敵。だから俺もそういう人になりたいなって思う。ああ。そうね。そう。いいと思う、そういうの。ね、だってさ、まあ、お店側はもう、うん、わざとじゃないじゃん、きっと。そうそうそう。そうそう。なんか、できなかったの。そうなの、そうなの。で、ちゃんと、それで、ニコってしてるのがちょっと、陰キャ同士だからさ、うん、多分、わかった。陰キャ同士って誰と誰か、多分その人も陰キャだったと思うの。イメージって、うん、そう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 。素敵素敵、うん、俺もそういう風になりたいなって思ったね。いいね、確かに。でもなんかさ、それでさ、今俺26とかでさ、うん、
で、なんか、美味しいとか言ったらさ、ああなんか、あざととか言われるんだよ。そうかな？そう、言われる。言われる、言われる。だって、いつも言ってんじゃん。言ってる。だから、それがあざといって思われてるのかもしれないし。いや、それはないと思うよ。いや、だから、そういうのでも、喜べる人でやりたいなって思ったの。なんか、素直に喜べるのいいよね。そう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 。ああはい、というわけで、続きやっていきます。はい。鼻水出てきた。ひょうにょう。さて続きです。はい、じゃあちょっと盛り付けていきたいと思います、はい、まずちょっとくらい塗っとかないとね、間にもね、うん、まあ、でも、いや、うまい直接、まあ、これ間だからね、うん、ちょっとそこまで綺麗に塗らなくてもいいかなと思う、うんうん、何これ、バナナ敷き詰めたいの？バナナで、はい、バナナだけでいい？ああ、そっか、他のフルーツもせっかく買ってきてくれたやつもあるけど、じゃあバナナとイチゴをやっていく？イチゴ、あ、うん、いいね。じゃあとりあえずちょっと、うん、バナナを、これ重ねた方がいいのかな、うん、こんな感じでのけていこうか。そうだね、おいちと、おいちと、おー、すごいな、綺麗綺麗ね、十分綺麗。乗せない？乗せれる？乗せれるでしょ、ほら切った時にさ、うんうんうん、いやー、すごい、すげえな、5個くらい乗せとこうか、うん、いやー、すげー。この上にもちょっとクリーム乗せといた方がいいのかな、ボトンって乗せとけばいいんじゃないね、うん、あー、でもまあまあいいんじゃない、この間にさちょっと埋め込む的な感じでさ、うん、はいはいはい、こんな、すーごー、すごいね、なんかすごいボリュームのあるケーキになりそうな気がする、うん、もう一個も乗せちゃう、うん、はいはい、おー、すごー、何これ、で、はい、これを塗っていったらいいよね、うん、これ周り塗るの？周りも塗った方がいいかな、塗れる？いや、塗れるんじゃない？わー、へー、うまく塗れるかな、ね、難しいね、いや、まあまあでも、雰囲気、選手交代、翔太選手、はい、丁寧に仕事をしてますね。まあでもいい感じに濡れてる。いいんじゃん、いいんじゃん。なんか手作りケーキって感じ。ね。うん。めっちゃ食うやん。なんかできてきてるじゃん。なんかもう、最後の微調整これ。いや、わ、でもいい感じじゃない？ね。でさ、はい。最後にさ、はい。ほら。おー、すごい。おー、いいね。ほら。いいね。いいね、見て見て、いいじゃん、クリスマス、いいじゃん、いいじゃん、完成しました、ありがとう、終了、せーの、ハッピーバースデー、はーい、というわけで、はい、完成しました、イエーイ、うーしそう、美味しそうできたね、うん、超簡単、ケーキですか、ケーキいただいていいんですか、はい、よし、よし、じゃあいただきましょうか。ね、食べてみよう。うん。いいよ、先に食べて。いただきまーす。はーい、そのまま。豪快。豪快だよ。かわいい。おいしい。美味しい？うん。すごいついてるよ。バナナうま。美味しいよね。うん。うん。あ、美味しいね。ね。うん。なんか結構甘いのかなと思ったら。うん。わんぱくだな。おいしい。普通のケーキよりおいしい。ね。甘さ控えめじゃない？うん。おいしいよ。うん。すごい。バナナがゴロッと入ってておいしい。うん。うん。おいしい。おいしい？はい、おいしいです。終了。あうん。こちらもおいしい？おいしいです。いいね。クリスマス前にさ、うん、クリスマス気分をめちゃくちゃ味わえた感じ。おいしい。うん、うん、おいしい。ありがとう。うん。作っていただいて。ひょうにょう。はい、というわけで、ね、今回はですね、うん、まあクリスマスに近いというわけで、うん、2人でケーキ作って食べました、はい、はい、はい、うん、新しいエプロン、可愛いエプロンと一緒に、なんでそんな顔で見んなよこっち、温度温度だよ、うん、おい、おい、お、愛くるしい顔してますわ、いや、そう、飲んだよ、おい、飲んだよ、はい、おい、クレーム来ないから心配なんだよはい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. うん。